こんにちは、ゼキザップです。今回の動画は前回の続きになっているんですけど、4月になって群馬県にも春が来たということで、先ほどまでは渡良瀬渓谷鉄道沿いの合同駅ですね、そちらで花門を見た後に丸宮自販機で、新設されたバーガーの自販機でバーガーを食べておりました。でこれからようやく本来のツーリング開始ということで、まずはベンリーおじさんとこが待っている道の駅ですね、そちらまで向かいたいと思います。なのでこの辺のワンツーツーはそろそろ終わりですね。で今回は初めて走るルートで向かいたいと思います。道の分かりやすさとか景色とかを考えたら、空っ風街道とかで走るのが良かったかもしれませんが、ガソリンも入れないといけないし、そうですね、知らない道を走っていくっていうのも大切なんで、そっちから行きます。でこの辺り左下に桜があるのか、あそこで写真撮りたいけど意外と今日時間が押してるんですよね。でこの辺りまでは知ってる道なんですが、このまままっすぐ言うと板橋の交差点があるんで、そっから先がね初めてになってくるんですよね。意外とあの辺行かないんで、一応ねルートは下調べしてあります。で板橋の交差点を通り過ぎた最初の信号を左折ですね。でこの後看板が出てきたら右折と、でこっからはしばらくは道なりで、適当なところで左に曲がって17号合流ですね。はい、無事17号まで来ました。いやここに来る前のルートっていうのが知らなかったんですが、やっぱりこう初めての道を走ると目が覚めるというか集中力が上がりますよね。また新しいね道が分かったんで、ツーリングはやりやすくなると思います。で目の前春名山なんですが、春名の向こう側はなんか雲がなさそうなんで、これね、今回四万温泉の方の四万ブル見るんですけど、ちょうど綺麗かもしれませんね。ああそうですね、明らかに春名の向こう側は雲がなしということで、いや赤城をね走ってる最中はこんだけどんよりしてるんで、島ブルー見ても多分汚いだろうなと思ったんですが、これは良さそうですね。じゃあここでガソリンを入れていきます。170円、果たしてカードでいくらになるんだか。OK ですね、165円、 3.1 リットル入りましたね。通勤で使ってたんでちょっとねガソリンは多めに入っております。じゃあここから集合場所の道の駅は一駅で行きます。いやなんだかんだねここに来るまでで、ね、結構走行距離かさんじゃったんで、県内のツーリングなのに無駄に距離を走る感じになっちゃいそうですね。さあ今回の集合場所はいつもだったら道の駅小野港ではなくて、白井宿の小餅の方ですね、そちらになるんですが、今日はこちらで、集合となっております。ですごい派手な忍者があるな、これまさか。なんか珍しく後輩が自分とぴったりに到着ですね。あれ珍しくぴったりだね。ちょっとだったんで、ぴったりだよ。ぴったりですか。今日も遅れるかと思いまして。俺は今日はもう100キロぐらい走ってるからね。見ましたよ朝一からなんでそこにいるんだってダブルヘッドライト、デブルがものすごいものに進化した。進化しましたね、デブルから忍者に。はい、それでは今回のツーリングメンバー4人が揃ったので、走っていきます。今回はベンリーおじさんと後輩と、あとは以前まではレブルに乗っていたおじさんが、今回は忍者になったということで、これで、勢ぞろいでツーリングやっていきます。今回は自分も CL250 で走ってこようかなと思ったんですけど、そうすると便利おじさんだけ原付になっちゃうんで、ここはハンターカブかっていう感じでね、ハンターカブで来ました。さあそれでは今回の目的地島ブルーですね、それを目指して走っていきます。島ブルーといえば、あの鮮やかなねブルーが果たしてこの時期に見えるのかっていうところが、下調べしないんで全く分かんないんですよね。ゴールデンウィーク頃にすごい綺麗だっていうのは分かってるんですけど、今4月の本当に始まりの方なんで、このタイミングで綺麗なブルーだったら、そんなに混雑もしてないと思うんで、穴場になるかもしれませんよね。なので今回のツーリングでその辺がよく分かればと思います。そしてこれで今中野城に入りましたね。さすがに中野城はこんな感じで、やっぱり茶色が多くて全然まだね葉っぱが生えてないですね。花も桜は咲いてないか、そんな感じですね。
で、こちら四万温泉への分岐点来ましたね。で、気がついたらこんだけ綺麗な青空ということで、これは、まあ、島ブルーが綺麗に見える条件は整ったと言えるかもしれませんね。で、こちら右折ですが、ちょっとエンジンが、あれですね、ギアの入りが甘かったですね。まあ、うちのハンター株、今走行距離が35,000km になるわけなんですが、まあね、ギアチェンジした時の入りが悪かったりとかそういうのもね、まあさすがに出てきましたよね。まあこちらのハンター株も、まあ本当はね、3万キロ超えた段階でメンテナンスする予定だったんですけど、まあなんだかんだね、たくさん乗ってしまって、まあ今の状況に至る感じですね。なので、どうしようかな、やっぱ4万キロ超えたらね、いろいろとメンテナンスしましょうかね。まあ、以前株主総会に参加した時に、まあ、4万キロを超えてるにはオーナーさんがいて、まあ、一気に燃費が落ちたって言ってたんで、まあ、その辺が目安かもしれませんね。で、こちらなんだかんだ言っていたら、四万温泉のところまで来ましたね。で、ここからさらに奥に入っていて一番突き当たりが、島ブルーが見える島側タムだったかな、そちらになっております。なのでもう一踏ん張りですね。いや、こちら左に行くとね、万沢林道があるんですが、今年はここも走りたいな。まあ、三鴨スーパー林道とかはね、行く頻度多いんですけど、万沢林道1年に1回走るか走んないかなんですよね。まあ、けど景色はいいので、まあ、今年は走りに行きたいですね。まあ、その時は他のおじさんも誘ってね、まあ、みんなで楽しめればと思います。で、こちら右側が駐車場なんですが、さすがに今10時前なので空いてますね。あ、出してますね。おお。ってことは結構水があると。さて、ブルーになってるのか。おお。わあ、ブルーだ。いや、なんだかんだね、すごい綺麗なブルーが見えて非常にいいですね。いやー、これは綺麗だな。はい、ということで綺麗な島ブルーが見れたんですが、一応このままね、一番奥まで行って端のとこまで行きたいと思います。まあ、そこでも綺麗なブルーが見れれば、まあね、バイクと写真撮りたいんですけど、これはどこまで日陰になってないのかっていうのが怪しいんですよね。まあ、正直この奥側の方なんか暗いんで、ちょっと怪しいかなっていう雰囲気はあるんですけど、とりあえず向かうだけね、向かってみます。まあ、あわよけば綺麗な写真を撮ってサムネにしたいんですが、どうなるかな。ちょうど陰ったぞ。一番綺麗な瞬間をちゃんとあそこで見えてよかった。そして手前はあれは木が水没してんすかね。あ、そうです、でこれが水が結構引けてくるとこの辺は陸になるんで、そうすると出てくるんですよね。面白いですね。いや、残念ながら島ブルーをね、撮れる場所では日陰になっていて、まあ、こんな感じで今ね、上の方だいぶ雲もあるんで、まあここからね、綺麗な島ブルーが見えただけでも、まあ、ラッキーだったかなっていう感じですね。やっぱりここまでは日が当たってるんですが、これも時間次第でまた陰りそうですね。はい、ということで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。まあ、今回4月上旬に島ブルーを見に来たんですが、まあ、予想以上に綺麗だったんで、これはいい映像が撮れたかなと思っております。まあ、今の時期であればいろんなところで桜咲いてるじゃないですか。なので人のね、まあ、ここに集中するっていうところがないので、まあ、非常にツーリングの目的地としてはいいのかなと思います。ということで、ぜひ皆さんも、まあ、島ブルーをね、ゴールデンウィーク前の、まあ、空いてる時期に見るのも非常にありなので、来てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。